今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。明治安田生命 J1 リーグの一戦、名古屋グランパスが松本山雅と戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。この試合はダービーマッチです。宿敵同士が互いの意地とプライドをかけて激突します。この選手は SNS などで話題をさらっているようです。やはり噂は本当でしたね。今シーズン限りで引退することが発表されました。長年クラブに貢献してきた選手ですから引退を惜しむ声が相次いでいます。あと何試合出るか分かりませんが、できるだけ最後までプレーする姿を見せてほしいですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。4-3-3 のフォーメーションです。3人のフォワードをセンター寄りに置いています。カウンター攻撃が得意なチームですが、今日も得意な作戦が見られるでしょうか。そうですね、相手が深く攻め込んでいるように見えたら要注意ですよ。そこからの攻めが得意なチームですから。さあ試合開始、まずは名古屋グランパスのキックオフです。エドアルド・ネット、前田直樹、ジョー、このシュートはブロックされました。ボールは相手に渡り、走り込んだ味方にスルーパス。スルーパスはキーパーが処理。素早い飛び出しでした。今日のゲストチームは今シーズンアウェー戦も苦手としており、アウェーゲームでは勝ち点も稼げていません。はい、現在勝利なしとアウェー戦6試合での勝率は芳しくありません。何か流れを変えるきっかけが欲しいですね。うまく読んだインターセプト。このパスは読んでいました。さあスタジアムのテンションが上がります。クロスのチャンス、ボールはカットされましたがまだチャンス。行くしかない。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。一度自陣に引いて守りを固めています。キーパーがボールをキャッチしました。PK の判定、リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。 PK です。さらにイエローカードも出ました。これは仕方ないですね。あとは PK に注目しましょう。
ここは問題なくペナルティーキックを決めました。精神力を試される場面でしたが、プレッシャーに負けないのはさすがですね。別のアングルからご覧ください。これで1点リードですから、監督も嬉しそうですね。相手ボールになります。狙える位置です。何をしてくるのか。これはクリアしきれない。これは見事なクリアでした。キーパーがボールを確保しています。普通ならゴールが決まっていました。これはキーパーも嬉しいでしょうね。米本拓司、これは見事な、しっかり見えています。キーパー弾く。コーナーからエリア内へ、クリアが小さい。村山がセーブ。タックルでボールがこぼれました。ここはよくスペースが見えていました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。名古屋グランパスですが、あまりボールに触れていないようです。まあポゼッションが全てではないので、意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。前田直樹、スペースへのボール、スルーパスだ。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけでよかったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。監督も頭を抱えています。今のは2点差にしておきたかった場面でしたね。仕掛けてくるのか。クロスを上げたい。今のシュートシーンをもう一度ご覧ください。コーナーから中、このコーナーキックはキーパーが弾き返す。いい位置です。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。ここでハーフタイム、前半は互角といったところでしょうか。福西さん。はい、どちらも深くは飛び込まないという静かな展開でした。ハーフタイムの指示が気になりますね。残るは45分、後半戦キックオフです。エドゥアルド、ボールは相手に渡ります。
ゴールに向かっています。いいボールが出ました。スルーパスが味方に通る。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。やはり近い距離からですとゴールの確率がぐっと上がりますね。予測も良かったですね。うまくディフェンダーを外しました。うまく読んだインターセプト。チャンスにできるか。インターセプトでチームを救いました。ドリブルで進んでいます。さあどうする。クロスはディフェンスを越えません。エドアルド・ネット。前田直樹。グランパスが攻めに出ます。さあどう来るのか。守りきれるか。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。シャビエル。このピンチはクリアでしのぎます。狙える位置です。このクロスはそのままゴールラインを割りました。ここで選手の交代です。より攻撃的に行くということでしょう。この選手、今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。相手ボールになります。高崎博之。何かしてきそうですが、これはクリアしきれないか。米本拓司。ここでボールを失います。パスミスでボールを渡してしまいました。危険な位置です。緊張感が増してきます。高崎。ボールは枠から外れていきます。あまり脅威にはならなかったですね。これは見事です。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ここはうまくボールを取りました。前に進んでいます。前方に運びました。高崎博之。カウンターも狙えます。チャンスになりそうでしたがこれはオフサイドです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ジョアン・シミッチ。これは見事なインターセプト。
セルジーニョ。このパスはカットされました。ボールは相手に渡ります。さあスタジアムのテンションが上がります。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。中に入れた。ちょっとクリアが小さいか。チャンスにできるか。何を狙うのか。ここから狙うのか。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。クリアできるか。試合終了のホイッスルが吹かれました。ライバル同士の息詰まる戦いでしたが鮮やかに勝利しました。どの試合も大事なんですがこのカードの意味は特別ですからね。サポーターもしばらくはこの試合の話を繰り返すんでしょう。